モデルプレスイコール2023年8月22日、グローバルボーイズグループ上腕、JO1 が8月20日、現地時間、アメリカロサンゼルスのクリプトドットコムアリーナと LA コンベンションセンターにて行われた世界最大級の K カルチャーフェスティバル、K コン LA2023 のショーに出演した。写真、上腕、LA で実力アピールセブンティーンカバー、上位置、最新曲、ラジオビジョン、 韓国語バージョン披露を序盤に登場した上腕はまず、9月20日発売の 3RD アルバム、エキノクス収録曲、ラジオビジョンの韓国語バージョンを初披露。与那城賞が会いたかったです。ロサンゼルスに初めて来ました。LA のクコナーたちは熱気がすごいですね、と英語で挨拶。金城アオミが韓国語バージョンをこのために用意したことを明かした。川西匠の 盛り上がっていますかという煽りで、トリガーへ。米国西部劇を想起させるインパクト抜群な冒頭のブラスト、サビで変化するトラップビートが印象的なアッパーチューンで、近所が服をめくって腹筋をちら見せする場面も。最後は360度ステージに11人が広がって盛り上げた。上腕、セブンティーン、スーパー、バックダンサーなしでカバーさらに、ショーケース後半の、 現 Z ポップスペシャル。ステージでは13人組グループセブンティーン、セブンティーンのスーパーをカバー。VCR では圧倒的な軍部パフォーマンスで知られるセブンティーンの中でも難易度最大の同曲のカバーのために、上腕が大縄跳びをしながら自分たちが考える、スーパー、孫悟空、ポーズを取るテストに挑戦する姿が映された。そして本番ステージとなり、 全身ブラックのジッパーやバンドがデザインされた衣装を着こなし、見こしのように持ち上げられたメンバーが前方に飛ぶシーンなど、迫力のある振り付けを再現。通常のセブンティーンのパフォーマンスでは体制のバックダンサーを従え共に群舞を作り上げるが、今回はダンサー抜きのため、エスカップス、エスクプスがダンサーに担がれて飛ぶパートでは木又翔也を他のメンバー自らが担いだ。ザ・エイト、ディエイト、 の導きで曲調が一変するパートは白岩るきが担当し、オーラで圧倒。見事に初のロサンゼルスの舞台で K-POP ファンに実力を見せつけた。上腕といえばダンスリーダーの川尻蓮は、グループが誕生したオーディション番組、プロデュース101ジャパン、時代からセブンティーンの楽曲を課題曲として披露したり、最近もセブンティーンの星。 星、への尊敬の思いを語ったりと、セブンティーンを目標とするアーティストとして掲げている。また、上腕の楽曲、Walk It Like I Talk It でもメンバーを見越しのように担ぐダンスがあるが、多忙の中、体力を使うステージを準備した11人にネット上では簡単の声が寄せられていた KCON は K-POP ーで韓国型ライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、 2012年に始まり多様なコンテンテツを披露し、K、カルチャーの誘導役とし、てての役割を果たしてきたしき2019年9月まで開かれたオフラインの KCON ・でアジア、中東、ヨーロッパ、中南米など世界中で110万人以上の観客を集め、世界的なパンデミック期間には5回にわたって KCON ・ TAKT を通じてオンラインで観客と出会い、技術力を蓄積してきた。 2022年には韓国、アメリカ、サウジアラビア、日本だけでなく世界中の各地域のオンオフラインで観客に会い、限界のない広がりを見せた。今年の KCON は体を皮切りに日本、そして今回のアメリカ公演を開催。2022年の KCON2022LA。 では k p o p を積極的に楽しむ北米地域の Z 世代の好みを反映した体験型コンベンションやワークショップなどのコンテンツで楽しさを演出し脚光を浴びた。モデルプレス編集部。